ペイ追い詰めたのは日本だけだと考えつつも、日米同盟過去最強の中、日本の最大級護衛艦加賀の F-35B 戦闘機試験公開の話が噂されている。今回は、護衛艦加賀のテスト公開はいつになるのか詳しく深掘りしていきます。F-35B 戦闘機は、新田原基地に配備となるのだが、中国機に対し、スクランブルも任務で行うのか気になるところ。クロスデッキ運用や馬毛島基地化計画で、日本は中国に対してかなりの脅威となっている。台湾有事と台湾総統選挙を注視していく必要があるね。アメリカのロッキード・マーチン社による最新鋭のいわゆる第5世代戦闘機である F-35 ライトニングに、その短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型を艦載機とするための航空母艦化改修工事が出雲・潟護衛艦に行われている。出雲・潟護衛艦は、現在の海上自衛隊の艦艇の中で、最大の排水量を誇るヘリコプター搭載護衛艦で、艦首記号は DDH と呼ばれており、一番艦、出雲、が、2015年3月、二番艦、加賀、が、2017年3月に、就役を行っていた。今回、出雲、潟護衛艦の二番艦の、加賀、は、2回に分割して実施される予定の1回目の航空母艦化改修を、2022年3月末から施され、この2023年11月13日から17日にかけて、初の海上での試験航海を無事終了させた。加賀は、すでに、1回目の航空母艦化改修を先行して施されていた出雲と異なり、初回の工事で、最大の変更点となる全通式の飛行甲板の拡幅が先んじて実施され、これまでも、その工事の進捗がたびたび報じられてきた。加賀の全通式の飛行甲板は、これまでは、上空から見た場合、先端部分が先細りした形状となっていたが、今回の工事で、アメリカ海軍の強襲揚陸艦によく似た、完全に、スクエアな形状へと拡幅が行われている。この飛行兜甲板の形状変更に伴う拡幅工事は、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するにあたり、同機の滑走用スペースを円滑にすると同時に、飛行甲板上への駐機スペースも同時に確保するためとめされている。2023年現在までのところ、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする艦艇は、アメリカ海軍のワスプ級、アメリカ級強襲揚陸艦、イギリス海軍のクイーン・エリザベス級航空母艦、イタリア海軍の航空母艦、カブールが存在するのみだ。これらの中で、後者の2種類、イギリス海軍のクイーン・エリザベス級航空母艦、イタリア海軍の航空母艦、カブールは、F-35 ライトニング 2B 型の運用に特化すべく、艦首部には、スキージャンプ式の発艦装置も設置されている。これは、F-35 ライトニング 2B 型を運用する上では、より短い滑走距離でより、多くの燃料や兵装を搭載した重い重量で、同機を発艦をさせることが可能となることもあり、出雲・潟護衛艦の航空母艦化改修が決まった際にも検討されたと言われている。しかし、このスキージャンプ式の発艦装置を実装する場合、飛行甲板における駐機スペースは減少することが避けられず、また、艦艇としてのバランスも上部が重くなり、運航自体に支障をきたす可能性が指摘されていた。出雲・潟護衛艦は、これまで、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH と海上自衛隊内で位置づけられていた通り、最大で5機ものヘリコプターの同時離発着が可能な機能を有しており、これは対戦勝海洋に非常に重要な能力である。現在の日本は最大の仮想敵国として中国を想定しており、その核兵器を搭載可能な SLBM を備え、ますます数を増しているそれら戦略型原子力潜水の探知を行う任務は重要度が高く、対戦勝海機能の減は回避したい状況だ。そのため、出雲・潟護衛艦が航空母艦化改修が終了を迎えても、従来の任務である対戦勝海用のヘリコプター運用と F-35 ライトニング 2B 型の運用は並行して行う方針であり、戦闘機運用に特化したスキージャンプ式の導入は見送られたとめされている。こうした判断が今後の中国の軍事力の増強の方向次第では見直される可能性もあるとは思うが、現状では
対戦哨戒任務と F3 ゴライトニング 2B 型の接中運用を状況に応じて多用するという形で進めることが前提となっている。この状況を鑑みれば、出雲・片護衛艦は航空母艦化改修を進めるとはいえ、イギリス海軍のクイーン・エリザベス級航空母艦、イタリア海軍の航空母艦、カブールのような専属の航空母艦とは言えない艦艇ではある。さて護衛艦、かが、だが、今回の試験航海には、母港である広島県の呉基地から、11月13日に出港し、4日後の11月17日に同基地に帰還したが、ここでは、飛行甲板の拡幅を終えての送還への影響等を確認したものだろう。未来図も、片護衛艦が艦載機とする F3 ゴライトニング 2B 型は、航空自衛隊が運用する部隊を設ける手はずで準備が進められているが、これらの機体は2024年度以降に配備される予定で、自前での発着艦試験は行うことができない。一番艦である出雲も、1回目の航空母艦化改修工事を終えた後、2021年10月に高知県沖の海上にて、在日アメリカ軍の海兵隊所属の F3 ゴライトニング 2B 型による発着艦テストが行われたことが公表されている。こうした流れを考慮すれば、2番艦である、かが、でも、同様に、在日アメリカ軍の海兵隊所属の F3 ゴライトニング 2B 型の協力を仰いでの発着艦テストが行われることは想像に難くなく、いずれ、そうした報道も目にすることになるのだろう。出雲・片護衛艦は、1番艦の出雲が、来年度である、2024年度末から2回目の航空母艦化改修工事を施される予定となっており、ここで、今の、かが、と、同様に、飛行甲板の拡幅工事が実施される見通しとなっている。また、そこで、艦内に、F3 ゴライトニング 2B 型を収容するための区画の変更工事も行われる予定とされており、ここでは、先行して、F3 ゴライトニング 2B 型の運用を行っているアメリカ海軍の強襲揚陸艦でのノウハウを反映させることが見込まれている。こうした艦内の区画変更については、当初は、1回目の航空母艦化改修工事に盛り込まれる計画もあったが、いかんせん、海上自衛隊として、初の固定翼機の運用という課題に失敗は許容させず、慎重な進捗を選択した結果なのだろう。そして、2番艦である、かが、の方は、2026年度末から2回目の航空母艦化改修工事が行われる予定が組まれており、2隻の出雲・片護衛艦が、航空母艦化改修を最終的に終えるのは2027年中というのが大方の予想である。現状では出雲・片護衛艦は、各々が2回に分割しての航空母艦化改修を施されるが、その終了後でも、艦内に収容可能となる F3 ゴライトニング 2B 型の総数は、最大で10機前後となるのではないかと考えられている。出雲・片護衛艦は、基準排水量で 19,500 トン、満載排水量で 26,000 トン、全長で 248.0 メートル、作用幅で 38.0 メートルの規模を持つ大型艦ではあるが、航空母艦運用の場合でも、最大の搭載機数はかなり抑え気味にも思える。ただし、イタリア海軍の航空母艦カブーレも、基準排水量で 22,130 トン、満載排水量で 27,100 トン、全長で 236.5 メートル。作用幅で 39.0 メートルと出雲・片護衛艦より若干大型でありながら、F3 ゴライトニング 2B 型の搭載数は最大で12機ほど止めされている。それを勘案すれば出雲・片護衛艦の航空母艦としての使用は決して当初より専用艦として建造されなかったゆえに中途半端なキャパシティとなったわけではなさそうで、艦の規模に応じたものなのだろう。前述したように、航空自衛隊への F3 ゴライトニング 2B 型の配備は、現時点では2024年度以後から開始される見込みであり、通常の中期戦としては、宮崎県の新田原基地が拠点となることがすでに打ち出されている。日本は、出雲・片護衛艦に艦載機とする F3 ゴライトニング 2B 型を、現状では42機調達する計画で、予算上からも、その準備を行っているが、
この同機の数は、アメリカ、イギリスに次ぐ世界で、3番目の多さとなっている。2023年10月に発生したガザ地区のイスラム武装組織ハマスによるイスラエルへの攻撃より、昨今の世界の耳目は、その推移に注目が集まっているが、イスラエルは F-35 ライトニング2を A 型をベースとした50機の調達を進めている。B 型では、ないイスラエルの F-35 ライトニング2だが、今回の件もあり、実戦投入が行われていることも含め、これまでにイランに対して、偵察活動として、その上空に同機を侵入させていたことも改めて報道されている。ここでは、イラン側は、偵察で侵入してきたイスラエル空軍の F-35 ライトニング2の存在を全く探知することができていなかったとも言われており、ガザ地区の今後はともかく、F-35 ライトニング2の採用国にとっては、朗報とも言えそうだ。